こちらのカレー屋さんとあのインターの全然違いますね。あ、そうなんです。あ、全然違いますね。あ、そうなんですか。すごい優しい味で食べやすいです。はい、ありがとうございます。よし、ごちそうさまでした。2つ入り口が、ね、いやめちゃめちゃ美味しかったですね。昔ながらのカレーでした。以前はね、インター店行ったんですけども、今回はこの生姜町店というところにやってきました。やはりね、インター店と全然味が変わって、なんか懐かしのカレーでね、あの万人受けする、お子さんからなんか、お年寄りの方はね、もう幅広い世代の人がなんかカレーをカツカレー注文されるみたいな。このカツカレーのね、お肉もかなり柔らかくて、本当にあの子供さんからお年寄りの方まで食べれるのかな。値段もね、めちゃめちゃ開業してから50円アップしただけという、ね、カツカレー600円ですからね。ぜひ皆さん行ってみてください。なんかとってもいい店主さんで、あのまた明日も行きたくなるような本当にいい方、いいお店の雰囲気でした。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。